皆さんこんにちは。甲子園優勝投手に輝き、阪神に入団して以降1年目からエース級の活躍を見せていた藤波晋太郎選手、途中から調子を崩し長い間苦しみましたが、昨年はやや調子を取り戻し今季からアスレチックスに入団、晴れてメジャーリーガーになりました。そんな藤波選手ですが、オープン戦では一定の成績を残し、ファンや首脳陣からも信頼を勝ち取ることに成功、開幕ローテ入りを果たし開幕2戦目に先発登板を果たしました。しかし途中で乱れ、3回途中で8失点と炎上、そのまま敗戦投手となりました。しかし途中まで相手打線をパーフェクトに抑えていたこと、また課題が明確に見つかり、首脳陣もファンも次に期待していました。しかし2戦目にまたもや炎上、これにはファンも首脳陣もしびれを切らしたようです。今回はそんな藤波選手に対する首脳陣やファンの反応などについてご紹介します。2012年の甲子園で優勝投手になり、ドラフト1位で阪神に入団した藤波選手、阪神では1年目から先発ローテ入りを果たすと十勝をマーク、2015年まで3年連続2桁勝利を挙げていましたが、2016年から徐々に調子を崩し、2019年には1試合のみの登板となるなど低迷し続けました。しかし昨シーズンは先発や中継ぎで登板し、かつてに近い状態での投球も見られたこと、またメジャースカウトから以前から声がかけられていたこともあり、メジャー挑戦を表明しアスレチックスに入団、今シーズンからメジャーリーガーとして活躍が期待されます。オープン戦では5試合で先発登板、オープン戦最後の登板では6回無安打2失点4四球3奪三振と快投を演じ、素晴らしい調整を見せて4月2日のエンゼルス戦で先発しメジャーデビューを果たしました。しかし結果は3回途中5安打8失点で KO され、敗戦投手に2回までは6者連続アウトを奪うパーフェクト投球を見せていた藤波選手、初回は先頭のウォード選手から空振り三振を奪い、続くトラウト選手も空振り三振、10年ぶりの対決となった大谷選手との1打席目はボール、空振りから3球目のスプリットを打たせて打ち取ります。2回も先頭のレンドン選手を差し、1試からレンフロー選手、ラム選手と2者連続スプリットで空振り三振を奪い、ラム選手の初球にはこの試合最速となる 99.5 マイル、約 160.1 キロをマークするなど素晴らしい内容を見せていました。しかし3回に突如崩れてしまいます。先頭のレンヒーホ選手にフルカウントからスライダーが外れて四球、続くウルシェラ選手に中前安打を浴びて無視1・2塁のピンチを迎えると、9番のオハピー選手に左翼手の頭を越え、敵陣2塁打を浴びて先制点を献上してしまいます。さらに続くウォード選手にも中前敵地打を許し無視満塁に、そして迎えた打者は大谷選手、結果は左翼フェンス直撃の敵地打となり、続くレンドン選手にも中義比を許し1死1・2塁で、レンフロー選手には死球で再び満塁に、そしてラム選手に中前2点敵地打を浴びてリードを6点に広げられ、藤波選手は降板しました。結局藤波選手は失点8となり、防御率は 30.86 を記録。試合後この日の投球を振り返り、それ2回までまっすぐで押せていたのがちょっと考えすぎて変化球中心になってしまった、もうちょっと落ち着いてまっすぐで押せればよかったと思います、もっとしっかり抑えられたらよかったけど、まずはメジャーのマウンドに立てたことは光栄に思いますし、立つだけではなく次回以降に取り返せるように、悔しいデビューになったので次回以降取り返せるようにしたいと思いますとコメントしていました。そして迎えた4月8日のタンパベイレイズ戦で藤波選手は2度目の先発登板を果たします。しかし結果は4回1分の379球を投げて被安打3、5失点、4四球4
1奪三振で2敗目を喫したのです。2度目のチャンスは雪辱を果たすマウンドとなったわけですが、今季7戦無敗の強力打線のレイズが立ちはだかりました。前回同様、一回り目は危なげなく抑えた藤浪選手でしたが、4回に先頭打者への四球をきっかけに2点を失います。そして続く5回にはヒットと2つの四球で一死満塁のピンチを招くと、相手の3番ランディア・ロザレーナ選手に痛恨の2点タイムリーを打たれてしまいました。ここで降板となった藤浪選手、しかし残した走者を2番手のサム・モールが連続押し出し四球で返して計5失点となります。この日の最速は100マイル約 160.9 キロを記録するなど、球の切れ自体は申し分ありませんでした。しかし前回登板に続いて制球難が呼び水となってピンチを招き、失点を重ねた藤浪選手には指揮官も厳しい言葉を投げかけています。試合後にマーク・コッツェイ監督は初登板の時と同じ展開だと糾弾し、こう続けました。ストライクゾーンをコントロールすること、何よりストライクを投げること、打者に向かっていくことができていない。ヒットは3本しか許していないが、あれだけの相手に4つもフォアボールを与えれば普通はうまくいかないものだとコメント。また現地の指揮者たちからもシビアな意見が寄せられています。地元のポッドキャスト番組タップルームスポーツの MC を務めるジョーダン・アレクサンダー氏は、最悪だ、私はアスレティックスで何人もひどい投手を見てきたが、藤浪は最低の部類に入ると憤怒。同じく地元ラジオ局 KCBS ラジオのジョー・ヒューズ氏は、藤浪はまだブレイクする可能性を持っている、だが彼は悪くなり始めるととことんひどくなると嘆いていました。またファンからも、えぐい球は投げてるんだがな、リリーフになった方がいいような感じだな、彼のボール自体はかなり良いから仮に先発として成功しなくともリリーフとしてかなり良いキャリアを築くことができると思う、先発は難しくリリーフに転向すべきなのではという声が上がっています。開幕から立て続けに打ち込まれてしまった藤浪選手、メジャー1年目のルーキーですが、早くも結果が求められる逆風が吹いています。このまま先発ローテ剥奪となるのか、それとも巻き返せるのか、注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。